え、ギャル好き？ギャルはいや違う、あんまりわかんないの、ギャルが。あ、そういうこと？そうそうそう、マジ気になる人にガンガンアピールする。そうで、だからアピールするガンガン。ありがとうございます。メイク落としてよかった。ナチュラルでいい。あゆみちゃんで。うわお願いします。お願いします。1日目よりさ、めっちゃナチュラルだ。めっちゃナチュラル。めっちゃ似合う。そっちの方が好き俺。もう恭平しか見てないから。恭平はあれ、話したい人いるのだ。いや、いないから。いない。てかもう話してる今。ギャルいいなと。え、本当に？おお、ギャルいいのは最高だ。あ、え、え、ね、待って、そんなことあるの？俺はです。一人？一人です。あ、ありがとうございます。いや、とんでもないです。ありがとうございます。あれ、どんな子タイプって言ってたっけ？おもろい子って言ってたっけ？そう、面白いじゃん。任して任して、おもろさの自信はあるよ。そう、面白い。ちょっと…待って。ガチで、デート行くんやったらマジで俺は小春ちゃんとしか考えてなかった。え、本当に？そうやな、春ちゃんやな、ライバルは。負けねえよ、俺は。ガチで。ありがとうございます。うん。なんかすごい前から思ってたよっていうのを言ってくれて、なんか揺らいじゃったっていうか、うん、今は分かんないです、まだ。でもこの後もちゃんと明日の告白までに考えて、自分の中で答えを出したいと思ってます。まあ、私のこともちゃんと考えといてください。考えます、そこはちゃんと。なんかもっと達也くんのことを好きになったっていうか、成立して一緒に日本に帰りたい。私は告白行くので、まっすぐビューンって。そう、今は達也くんが強くなって思って、大好きです。もうありがとうございます。じゃあちょっといいですか、僕かわりちゃん知っていいですか？はい。最後にさ、うん、サムイ島に関するとびっきりの豆知識あるんだけど、知りたい？豆知識いいよ。知りたい？知りたい。なんかサムイ島で出会った男女2人が、いいじゃん。いやー、嬉しい。やば。絶対幸せにできるし、うん、絶対小春は笑顔にできると思う。ありがとう。俺ちょっと行ってくるわ。何？さあ、アピールタイム。小春、意外と見られなかったツーショット。確かに。いきます、すいません、びっくりした。いや、本当にびっくりした。マジでびっくりしました、本当に。そう、そう、気になってる人。え？そう、気になってて、はい、え、本当に？そうそう。で、そう、
マジで本当に喋れなくて。ね、喋れてないよね。そう、グループ分けも全部一緒で。うん。もう多分もう気持ちは多分固まってるんだと思いますけど。うん。そう、き、美咲と俺昨日行ったやん。うん。ナイトショッピング。うん。そう。でまあお揃いのアクセサリー買って。そうね、言ってた。そう買ったんだけど、そうまだ小春ちゃんのこと気になってて、うん、まだ気になってたんで、まあ一応買ったんだけど。本当に。そう。美咲ちゃんとのデートの時に。そうなんか好みの色とかもさ全然わかんなくて。うん。そんなに好きかもわかんないから。そう。俺が可愛いって思ったもの買って、うん、買いました。ありがとう。駅です。もらってくれますか。うん。そう。これを買って、うん、ネックレス。マジ、はい？ありがとう。まあ記念に。うん、記念に。そうそう。ありがとうございます。可愛い。もうこれくらいしかできないんで。可愛い。ありがとう。すごい。うん。そうそう。今回なんか俺が積極的に行けてなくてさ、うん、そうなんかこうやって迷っちゃってる状況になってるからダメだな。うん、まあでも難しいよね。難しい。もうマジ恋愛難しい。難しいよね。難しいです、うん、とりあえず。ワンちゃんの犬が。ワンちゃんがいっぱい出てきた。すごいワンちゃんいた。急にどうした。めっちゃ可愛いんだけど。可愛い。まあとりあえず多分びっくりしたと思うんで。よう喋り出した。びっくりマジで。まあとりあえず。まあ自分の気持ち的には強かったから。本当に？マジ？嬉しい。強かったんで強いです。ありがとうございます。そう。うん、ということです。じゃあ行きますか。うん、ありがとう、うん、本当に。こちらこそ、うん。アピールしきれなかったな。よいしょ。ああもっと誘いよかった。もう誘いたかったんだけど。タイミングなかったよね。そうマジでタイミングなかった。ありがとう。よいしょ。もう難しい今回。達也が不完全燃焼になった理由って達也自身にももちろんあるけど他の女子にモテすぎたもあるやん。そうなんです。もうこれはもうしゃあないよね。モテるのがいいってこともないんですよね、うん、今回の旅がもうそういう旅だったって思うしかないですよね、うん、長いね長いね。大丈夫？二人、お二人、うん、そっか。どんなこと話してんだろう。気になるよね。でも確かにずっと達也は誘われてる側だったから、まあ、確かにアピールするチャンスなかったっていうのもあるかもしれない。昨日とかね。そう、朝から夜までずっと忙しかったもん。そうだね。モテようは大変やね。めっちゃモテてたよ。いや、抜くな。あの二人を映すな。楽しそうにしてる。まずいって。めちゃくちゃ楽しそうに声だ。めっちゃ楽しそうに。手応えあった。おかえり。おかえり。あれ、なんか持ってる？なんか持ってる。プレゼント持ってる。わあ。これ？あれ、なんか持ってる。そう、今、プレゼントしてもらいました。何もらったんですか？ネックレス。ネックレス？もらったの。おしゃんや。いつ買った？うわぁ、複雑！うん。何が起こるかわからないよ、最後まで、本当に。最後の最後で発表したの。最後が大事やから。じゃあ次、俺誘っていいですか？じゃあ、あみちゃんお願いします。はい。いや、一回今か。 お前はもう早いけ。お前はもっと早いけ。
しょ。3日間マジあっという間だったね。あっという間だったマジで。一瞬過ぎと思ってた以上。マジそれな。でもさ、めっちゃ思い返してみたらさ、ずっと一緒にいなかった。うん、いた気がする。一番最初もツーショットあゆみから誘ってくれて、うん、その後ね、ね、いろんな場所行って、うん、早くも一緒になったし、ね、うん、そうだね。ね、ずっと一緒みたいな、うん、で、ご飯の時もなんか毎回隣だったね。いた気がするし。確かに、そうね。楽しかった。マジあっという間だった。うん。どの場面にも恭平くんとかも。うん。でさ、うん。そう、今の俺の気持ちなんだけど。うん。なんか俺最初小春の方行ってたじゃん。うん、でもあゆみがめっちゃアプローチしてくれて、うん、めっちゃ気持ちガラッと変わって、うん、あゆみが俺のことを変えてくれたの。うん、で俺もね。最初ギャル好きにならないかなって思ってた、うん、でも今めっちゃ好き。うぇー、ならよかった。あ、よかった。ギャルを好きになってくるのは嬉しい。まさか好きになると思わない。そりゃそうだよね、もともとあれだったなら。で、次も女子告白じゃん。うん、俺は待ってます。本当？うん、行きます。ってこと？うん、行く。分かった、待って。もちろん行く。でさ、うん、昨日さ、一緒にさ、メッシールモン買ったよ、うん、話してたじゃん。言ってたね。だから、買ってみようかな。あ、行きたい。そう、昨日行けなかったからさ、うん、だからその約束出したいなと思って、今日誘った。あ、行こう。行こう。うん、行きたい。行く？大丈夫？うん。やった。あゆみちゃんの人柄が恭平くんを変えたな。せやな。シーリングファンの回転早い。早くみたい。ありがとう、かわいい、ね、青色なんだね。ね、よいしょ。どこで買ったこれ？これ持ってるよ。持ってる？うん、はい、ありがとう。何書こうかな。決まってない？でもちょっと考えてるか。考えてる。俺はもう決まってる。決まってる？うん。じゃあ好き書く？好き書くじゃん。ここで書こう。やばい、風強い。やばいよね。やばいやばい。あ、ミスったかも。ん？漢字間違えたかも。やばい、めっちゃダサい。あっち。できた。よし。めっちゃ字汚くなっちゃった。それな、めっちゃ数が飲むか。フェーズつける？じゃあじゃあ録音しよう。よいしょ。漢字間違えたけど変な漢字。気持ち悪い。最後間違え方。ちょっと待って、頑張れ。ここ？いや、いけるよ。しナイス。あ、いいや、下手くそだけど字が。大好きな恭平と大好き。かわいい。かわいすぎやろ。いいじゃん。ね、あ、飛んできそう。最後にさ、うん、寒い島に関するとびっきりのまみ知識やんだけど。いいね。知りたい。知りたいです。知りたい。知りたい。お願いします。なんか寒い島で出会った男女2人が1日目にカヤックに乗って転覆して、2日目に象に乗って滝を見て5秒間見つめて照れて笑っちゃって、その後にウィッシュリボンの前でハグをしたら日本に帰っても絶対幸せになれるらしい。マジで？本当？いいじゃん。やったー。
とこかもこれ。大丈夫幸せなろうね。うん、じゃあ行くわ。行く、うん、行ってくれる、うん、ありがとう。やってます。うん、待っててください。はい。やばいね。え、ちょっと待ってさ、うちさ、渡したいのあって。渡したいもん。ちょっとさ、え、これ持っててもらっていい？はい、渡したいもん。渡したいものがある、うん、の、うん、成立したらね、うん、つけてほしいのがあるの。成立したらアンクレットって言うんだけど。え、そう、めっちゃ可愛いじゃん。つけてほしい。うちも持ってるの、お揃いで。マジで、うん、お揃い。え、やった、嬉しい。そう。え、めっちゃ可愛いんだって。可愛くない？めっちゃ可愛い。お揃い？お揃い。やば。これで足につける。足につけるの？うん。え、めっちゃ可愛い。可愛くない？これつけてビーチとか行ったよね。じゃあ行きたいよ ね。そう、だから成立したらつけてほしいなと思って。はい、じゃあ待ってます。はい、はい、ありがとうございます。来てください。はい、戻る。ありがとう。うん、戻ろう。ありがとう、来てくれた、本当に。よかった、渡せて。え、マジで可愛い。可愛いでしょ。めっちゃ可愛い。いや、黒が一番。いつの間に？え、日本から持って。あ、そうなの？うん、さすがじゃん。かわいいでしょ？ね、めっちゃかわいい。あー、よかった。わー、なんかここだけ空気違うな。あ、すごいな。満たされた。長かったの？いや、そうじゃん。だいぶ長かった。めちゃくちゃ喋ってたんじゃない？すいません、また手つないで帰ってくるんだ。ワンチャンあるで。ここで？あ、ほら、あ、やっぱり。やっぱ手つないできたんでしょうね。手つないでね。またまた。ただいま。ただいま。おかえり。おかえり。そんな気はしてたわ。もう失礼します。でもそんな気しかしなかった。それ以外考えられなかった。あ、楽しかった。楽しかった。楽しかった。したいことやりきれました。一応できた。いろんなことしたまして。いろんなことしました。じゃあ次俺が行く。行こう。ありがとう。かっこいい。いらっしゃい。俺が行く。いらっしゃい。行こう。頑張れ。頑張れ。いいの？うん、いや、女どれ？別に大丈夫やで。うん。大丈夫ですか？想定内や。あ、想定内。大丈夫。いや、分からんけど。あ、でも俺、そう。俺これでどうなっても後悔ないもん。全部できたから。ね、だって前回よりも積極的やもん。マジで気合い入れた。うん、だから。そうやな、これで俺振られても後悔はないよ。おー、かっこいい。ヤンキー強いな。仕方ないって感じ、それやったらそれで。さあ、ハルト、どうすんの？頑張れ。よいしょ。早かったね。ね、もう終わりだ。もう終わりだよ、3日間、ね、ありがとう。こちらこそ、ありがとうございました。本当に、この旅で小春を好きになれてよかった。ありがとう。ずっと前からだけどね。うん、ありがとう。この旅で一緒になれてもよかったし、うん、一緒に過ごせてよかった。ありがとう。あっという間だったね。マジで早かったな。まあもう気持ちは最初から変わらず、うん、ほんと俺にしとけ、ガチで。俺にしといてほしい、うん、絶対幸せにできるし、うん、絶対小春を笑顔にできると思う。ありがとう。なんかでもそうね、でも楽しいこと好きでしょ。楽しい人とか、うん、面白い人とか、うん、なんかジメジメしてるし風強いし、うん、叫ばん？叫ぶ？最後に。うん、いいよ。何叫ぶの？あっち海あるし、叫ぼう。あっちの方で叫ぼう。何叫ぼう。え、何叫ぶの？なんかだって迷ってるんでしょ。うん、な、何を迷ってるんだったら。あ、じゃあ俺から叫ぶよ。 OK、 行くよ、見てて、うん、告白待ってる。シンプル。もうちょっとなんかあるんかなと思ったら、それ行きます。せーの、迷ってます。なんかね、え、すっきり、すっきりする。うん、なんかもう今の叫びだけじゃ全然満足できないから、うん、俺ちょっと行ってくるわ、あっち。何？どっち？あ、あっち。あっち？あれ、これ、え、待って、デートのパターンじゃないの？え、達也？達也じゃないの、それやるの。え、それじゃん。この続き気になる。
そんな皆さん、アベマでは京好きを最後まで楽しめます。続きは右上のボタンからご覧いただけます。ぜひクリックしてチェックしてみてください。